ちゃんくた誰ですか？ハロハロー、ちょいもさん。ちょいもちょいもまた会っちゃったね。業界狭すぎじゃない？というかちょいもさんって映像だけじゃないんですね。あー、その辺も V の V の V だからあと僕はクタじゃなくてタクヤです。おー、アングリーなちゃんくたもバーベキューバーベキュー、さあレックしちゃおっか。ちょっと待ってください。ん？原稿がないです。もう満タイもう満タイ。いやだって今日はカーナビの収録って聞いてるんですけど、さすがに僕初めてですし原稿ないと無理ですよ。顔満開もう満体、顔満開もう満体、顔満開。はあ、俺がしっかりチャーレックすっからさ、そのままリピってビリーブ。本当に頼みますよ。いや、じゃあ早速ナビカーどれどれいっちゃいましょうかね。はい、各種 OK セッティングアップ、ノーレス。いや、行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。今日も安全運転で行きましょう。今日も安全運転で行きましょう。目的地を設定しました。実際の交通情報に従ってください。目的地を設定しました。実際の交通情報に従ってください。チャンクター、ここまでパーペキよ。ありがとうございます。よかった、意外とまともそうだ。よし、じゃあナビカーどれなりペロペロ継続しちゃいます。はい、よし。正規の先右方向です。え、正規の先右方向です。はい、ジャンクと What's up。 すいません、正規路って何ですか？正は正っしょ。正って多分業界用語ですよね。さすがに伝わらないんじゃないかなと。ジャンクター、ジャンクター。はい。俺たち出会ってもう何ヶ月経ったと思う？だいたい1ヶ月経たない。正ヶ月だよな。ってことは俺たちもうマブじゃん。言ってなかったっけ？俺さ、もうこの仕事見えてんだよね。だから俺を信じてついてきてくれ。わかりました。オッケー、じゃあナビカーどれなり再開します。ペロペロペロンチョはい、よし、行ってみよっか。うん、正規の先右方向です。正規の先右方向です。その先 F メートル先手前です。その先 F メートル先手前です。正面に見えますのはザギンです。正面に見えますのはザギンです。左手に見えますのはザギンのチャンネルです。左手に見えますのはザギンのチャンネルです。右手に見えますのは昨日ザギンに行ったチョイモーです。右手に見えますのは昨日ザギンに行ったチョイモーです。ギリニーシースクーパークーパー。ギリニーシースクーパークーパー。ニーウーコータークーパークーパー。ニーウーコータークーパークーパー。ニガシブ上がりを空号空号。ニガシブ上がりを空号空号。やったー、ベンロケオーベルジーヌ。やったー、ベンロケオーベルジーヌ。目的地周辺です。目的地周辺です。タッピン。はい、ちょいもちょいもちょいも。目的地周辺です。ちょいもちょいもちょいも。目的地周辺です。 No thank you。 目的地周辺です。 What this is は目的地周辺です。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 わっしょい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 。目的地目的地周辺周辺。目的地目的地。俺は俺は天下を天下を取る取る男だ男だ。俺は天下を取る目的地周辺だ。俺は天下を取る目的地周辺だ。俺はてっぺんの目的地周辺だ。俺はてっぺんの目的地周辺だ。目的地がないやつはダメなやつだ。目的地がないやつはダメなやつだ。俺たちが目指すのはゴールだ。俺たちが目指すのはゴールだ。パーピキパーピキグググあ、ちょ、ごめん。はい、あ、あ、いや、まじまじ、あ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 、すいません、幸子さん。あ、はい、あ、今日は、はい、帰ります。はい、失礼します。ちょいもさん。うん、ないないない。うん、うん、うん。ペッツ。ペッツ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。顔満開。え、ちょいもさん。ちょいもさん。もう一生あの人と仕事したくない。
キャ、僕は愛のキューピッド天使ちゃんです。こにゃいだは失敗しちゃったけど、今日こそはくっつきそうでくっつかない男の子と女の子をキャッピリにしちゃうでしょ。シャーテ頑張るよ。ティンクルティン、また時間止めようとしましたよね。させませんよ。ヒュー、あなたのせいで嫌われちゃったじゃないですか。どうしてくれるんですか。そんなこと言われましてもね。痛い。この羽もぎ取ったらどうなりますかね。わかりましたから、あの羽をもぎ取らないでください。痛い。怖っ。これ仲直り弓矢でしょ。これを使うとどんな人とでも仲直りできるんですよ。そういうの、大子ちゃん、今度はしっかり頼みますよ。任せるでしょ。いきましょう。それいった。今でしょ、いくでしょ、ほら。あの、大子ちゃん、あ、この前はごめん。あの、転校した友達と久しぶりに会ってはしゃいじゃって、本当にごめん。いいのいいの、私の方こそ感情的になっちゃってごめん。大子ちゃんが謝らないでよ。まあ、座ろそれにしても変な友達がいるのね。そうなんだ、なんかいつも羽生やしてて。ちょっと何それ。変だよねでさ、こないだ途中になっちゃったんだけどさ、何か言いかけてたよね。あの、大子ちゃん、ずっと前からそのすティンクルティンクルテンテレテン、ちょ、どういうことなんだべな。いや、どういうこと。お金、ここまでもお膳立てされて、それでも言う、お金、俺はおっかなくて、何を考えてんの。やっぱ自信ないですよ。自信ない。はぁ、いっちゃおう。あった。何ですかそれ。これ弓矢でしょ。これに撃たれた後、初めて見た人を好きになるっていうアイテムでしょ。本当ですか。うん、まあ、普段はあんまり使わないんですが、こにゃいだのお詫びでしょ。天使さん。ちょ、キャッピルになるのはゴールじゃなくてスタートでしょ。シュエナガ君、キャノジョを愛してるんでしょ。わかりました。じゃあ行くでしょ。ちょっと待ちですね。なんでしょかね、これ。ちょっと待ちですよ。あ、ケチ。そんな味じゃなくてもいいんですか。行きましょう。シュリュー。ちょっと待ちですよ。ダメな。あ、持ちますよ。いい。もういいから。はい。さあ、3年だもん、残り。どうすっぺ。ディスタンス。これで完璧でしゅ。ありがとうございます。それでは、お幸せに。ティンクルティンクルトゥントゥルトゥン。大子ちゃん、ずっと前から好きでした。付き合ってください。
白くてふわふわな羽、真っ赤なほっぺ、つぶらな瞳、初めて会った時から好きでした。私と付き合ってください。ひょえ天使だ。ポキ、また失敗しちゃった。うん、似合うない。次回、寺山さんと健介が大喧嘩で流儀があたふた。謝ってください。は？俺が謝る意味わかんねえだろ。一体原因は何？今日はずっと一緒にいてもいい？